火の国から少し離れた深き森の中に、ここ夢隠れの里がある。小国の隠れ里に過ぎないこの里であったが、守護獣三つ頭と呼ばれる巨獣を操ることで知られ、その力は五大国からも一目を置かれる存在であった。また木の葉との間に和平協定を結び同盟国となり、互いに牽制し合う近隣諸国との均衡を保っていた。しかし、木の葉の美獣、お前らが叶うような相手ではない。しかしそれでは里が、一刻も早く避難するのだ。どれこの羽目裏切りよって。第1話、誘拐事件調査開始。守備はどうだ？全て計画通りに進んでる。
そちらこそ用意はできてるんでしょうな。すでに段取りは打ってある。あとはお前たち次第だ。なんだよお前、緊張感ねえな。うっせえっての。つか、なんで鹿丸が俺たちの班にいるんだよ。俺がいちゃ不満か。そうじゃねえけど。今回のチーム編成は暗部の圧力により、サイは特別任務に回された。代わって鹿丸に参加してもらうことになったんだ。それにこの任務、鹿丸の頭脳が必要になると思ってね。というわけだ。特別任務ってなんだよ。さあ、でもサイはもともと暗部の根の者、団蔵が手を回してるんじゃないかしら。だろうね。でも詳しいことは俺にもわからない。何か裏がありそうだな。でもさ、今回の誘拐事件、なんだって木の葉の忍びばっか狙われてんだ。こうも簡単にうちの忍びが誘拐されるとなると、単なる誘拐事件とは考えにくい。じゃあ誰が犯人なんだ。その手がかりを今から探しに行くんでしょ。そろそろ到着するぞ。おしゃべりはここまでだ。みんな準備はいいか。はい。それじゃあここで任務の内容を確認しておこう。ここ聖火の滝で木の葉の中人が誘拐された。今回の目的はこの現場で事件の手がかりを見つけ出すこと。マップ内を歩き回って何でもいいから手がかりを見つけて報告すること。とはいえここは獣が多く出現する。気を引き締めていけ。いいな。了解だってばよ。よっしゃ、任務開始だってばよ。影分身の術。行く。影分身の術。スタンサー連携攻撃のチャンスだ。捕まる、行くぜ。連携こっち。捕まる、行くぜ。連携成功だぜ。大玉ら千段。影分身の術。行け。やれやれ。分かった、スタンスタ連携攻撃のチャンスよ。捕まる、行くぜ。連携成功だぜ。大玉ら千段。なんか足跡がたくさんあるぞ。誘拐犯のものかしら。随分特徴的な足跡だな。
影分身の術、アツタンサ、連携攻撃のチャンスだ。影分身の術、これでどうだ。螺旋弾、これでどうだ。ほらよ。わかったわ。影分身の術、アツタンサ、連携攻撃のチャンスだ。捕まる、行くぜ。連携成功だぜ。わかったわ。大玉螺旋弾、こいつはどうだ。影分身の術、わかったわ。ほらよ。スタンサ、連携攻撃のチャンスだ。これでどうだ。行くぞ。これでどうだ。スタンサ、連携攻撃のチャンスだ。こんなところにリュックがあるぜ。荷物が残ったままなんておかしいわね。なんだお前ら。ち、囲まれたか。その荷物に触るな。こいつはどうだ。影分身の術、影分身の術、影分身の術、つらん、影分身の術、影分身の術、追加の術、分かった。ほらよ。影分身の術、追加の術、螺旋弾、分かった。ほらよ。影分身の術、影分身の術、これでどうだ。影分身の術、わかったわ。追加の術、影分身の術、影分身の術、ほらよ。わかったわ。影分身の術、